こんにちは、ゆうきです。今日はですね、これから表参道にあるプライベートサウナに行っていきたいと思います。時間があったのでカフェで少し勉強したいと思います。今読んでる本は英語のハノンっていう本です。最近これを読んで英語の勉強をしています。いつもはホットコーヒーを頼むんですけど、音が熱すぎてアイスコーヒーを頼んじゃいました。表参道に向かっていきたいと思います。サウナに入ってきました。中はですね、こんな感じです。ここに休憩スペースがあって、見てください、暖炉みたいなのがあります。すげー。あとね、アメニティもこんな感じでしっかりありますね。で、これをね、入るときにもらいました。アロマの香りを2種類から選べましたね。僕はね、自然の木の香りがするやつにしました。シャワー室と水風呂ですね。あ、冷てえ。そしてここがサウナです。こんな感じですね。曇っちゃってるもん。水着を家に忘れてきちゃったんですよ。で、さっきここに来る前に急いで買ってきました。じゃーん。可愛くないですか？ほら。ちょっとね、中が水色なんですよ。外グレーで。着てみます。それでは早速入っていきたいと思います。入ろうと思ったんですけど、サウナハットを忘れてて、今かぶりに来ました。そしたらね、思ったよりサウナハットが深くてなんか本当にどんぐり坊やみたいになってます。シャキーン。すいません、何のポーズかわからないです。さっきもらったアロマオイルを投入していきます。ちょっと入れすぎたかな。うわー、すっごいいい香り。はあ、それでは行きます。えっ、あ、引きだった。わー、熱っ。じゃじゃん。ただいまの室温90度です。熱い。あ、でもすごいな、なんか本当にコンパクトスペースですね。僕が手広げたら当たります。そのくらい狭い。ほら、でも落ち着く空間だな。お、砂時計があるからこれやろうかな。ぐるりん。それではね、ここからはマスク取ってゆっくり楽しんでいきたいと思います。はい、
今ね、10分経過しました。もうね、滝のように汗が出てきています。テカテカになってます。最高です。今日来てるのがですね、表参道にあるパーソナルサウナ KUU って書いてクっていうところなんですけど、一人で入るのにぴったりのサウナ施設ですね。印象としては内装がすごくかっこいいですね。一つずつの部屋はコンパクトなんだけど落ち着く空間ですね。サウナハットもね、無料で貸し出してもらいました。あとね、良かったのがお水をね、1本無料でいただけました。それとね、ヨガマットもね、貸し出してくれました。なのでね、後でもう1セット入ったらちょっとストレッチしようかなと思います。僕は今日70分コースで税込み5500円、少し高いけど、まあ月に数回こういう自分のための時間を作るのは大事かなと思って、最近ソロサウナ楽しんでます。よし、そしたらね、2セット目行ってきたいと思います。レッツゴー。それでは皆さんお待ちかね、ロウリュをやっていきたいと思います。初めて見ました、こういうの。ここに入れるとなんかずーっと伝っていって、あそこのね、円形のところに入って下のストーブに落ちていく仕組みになってます。なんか理科の実験みたいで楽しいです。いきます。いっ、うわっ、うわっ、熱っ、熱っ、あー、すっごいいい香り。うわー、すごい。ここがね、今一気に森林になりました。森の香りがします。あー、いい香り。このサウナに入ってぼーっとする時がね、僕すごく大好きなんです。この水風呂入った瞬間、本当に冷たいんですけど、なんかすごく気持ちいいんですよね。冷たい。冷たい。
さっきのストーブの裏側にカメラを置いたらメラメラ燃えてる風な感じで撮れました。ではね、せっかくヨガマットを借りたので最後ストレッチをしたいと思います。最近ね、あまりストレッチの時間を取れてないので少し硬くなっちゃってます。僕は特にね、お尻周りが硬くなりやすいです。ベージュのサラファインを愛用しています。これ1枚だと本当にダサいんですけど、ワイシャツとか T シャツ着ても全く透けないので重宝してます。実はですね、結構のんびり着替えてるんですけど、この時かなり時間がない状況です。内心少し焦ってます。時間がない。お腹が空いたので調べたら近くに人気のパン屋さんがあったので買ってみました。僕はこちらのカルビのパンにしました。すっごい美味しかったです。それでは今日も最後まで見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。